飯食べなくてさ、休憩時間はないの私には。いやだって弁当はよ食べやって言ったんが1時で、しゃあないやん。今もう 3時過ぎですよ。しゃあないやん。ええよ食べながらで。マスク外さなあかんやん。うん、みんな待ってるよ。いや意味がわかる、みんな待ってるやん。あやこそマスク痛いのに。どうぞどうぞ。何でしょうか。はい、いつものお願いします。ご苦労様です。癒しチャンネルおかえり。ありがとうございます、はい、今日は、はい、ちょっと緊急的に動画を回しております。あんまりこれ動画で言うのもなんやと思うんやけど、はい、動画で言うのもあれなんですけど、はい、まあ、忙しいじゃないですか、はい、実際弁当昼飯食う暇もないと思うと1分もてかずっと電話してるやん、はいっていう状況が、まあ、毎日続いていると、はい、でこれを動画にする言うとやっぱりちょっとお客さんが来づらくなるっていう側面もあるんで、いやいや今のやんか。だから、はい、そのめっちゃ忙しい忙しいって言うとさ、はい、俺あんまり忙しいっていう言葉好きじゃないんやけど、なんでかって忙しいっていいことやんか、はい、みんな暇や暇やって言ってるの、そうそうありがたいことやんか、はい、忙しくなるためにやってるみたいなとこあるやん、はい、うん、だから忙しくなってピーピー言うのはちょっと違うやんかって思ってるんですよね、はい、はい。これは真面目にそう思ってます、はい、でお客さんに支えられて BIC やってると、はい、でありがたいことに2万人も超えて、なんや気づいたらもう2万2000人とか3000人いきそうな勢いやんか、はい、おい2万人のライブ、はい、お祝いライブっていうの、はい、やるんじゃなかったんかっていう声もちらほら来てますしね。実際やる暇がないと。そうね、うん、ちょっと待ってね、今確認してるけど現時点で22,360人、ついこの間ですよ2万人超えてみんなおめでとうおめでとう言うてくれて、タオルとステッカー送ってやってもらった。そう、気づいたらもう2360人増えてるからね、あそこから。すごい、うん、まあ、直近であげたあの神のレクサスの板金動画、うん、連休にあげたんかな、あそこがでかかったんやけどね、あの日で多分2000人ぐらい増えてるんで、うん、さすがやなってとこあるんですけど、まあ、ちょっと本題に入りますね、はい、本当にちょっと言い方難しい、これ言葉を間違えるとあの反感買いそうなんで言葉を選んで喋るんですが、最近ちょっとね仕事以外の YouTube のを通してのなんだろうコンタクトが多いなって思ってて。確かに相談とか、うん、工場見に来た、うん、いやめちゃくちゃありがたいねんで、正直ほんまに嬉しいし、心の底からやんね、見に来たい会いたいっていうのはほんまに嬉しいし、ファンサービスじゃないけどね、やっぱりこっちも対応してあげたい気持ちが出てくるんですよね、うん、やっぱ YouTube 見てきました、いつも見てますって言ってくれるとね、はい、まあ、それを目的としてやってるわけで、はい、なので本当に心の底から嬉しいんですが、現実、はい、ちょっとその業務に支障が出る、言い方難しいですね、部分があって、なんか板金とか塗装とかお修理の相談とかは、そうもちろんうちでね修理していただける場合のね、そうもちろん相談も嬉しいんですけど、他社さんでこれされてあのやり直しさせたいんだけどどう言えばいいんやろうみたいな感じで持ってこられたりとかもありますので、うん、それはいろんな人がやっぱり来るんですよね、まあ、当然 YouTube だから世界発信してるわけで、はい、当然そのいろんな方々が来る。で BIC 今まで16年間やってきましたけど、はい、まあ、ちょっとどう言うといいかな、やっぱり僕のお客さんなんですよね、やっぱ発信は最初は、はい、だから偏ってるっていう言い方がちょっと適切か分からへんけど、うん、まあ、僕を好んで来てくれるお客さん、もっと言うと僕が好むお客さんで成り立っていくんですよね、紹介にしても何にしても口コミにしても、まあ、それに沿わない人も来たりするんだけど、やっぱりそういう人はもう来なくなるし、正直。でも YouTube ってなってくるとすごい万人の人が来るんで、でそこで YouTube の人柄、僕の人柄、部長の人柄、神の腕、UK、コバ、タックン、もろもろ見て来てくれる人はやっぱりほとんどの人が、あ、そうやんねと、うん、いいお客さん、ほとんどの人がだよ、うん、いいお客さんなんですよ。ただやっぱりその間口がガッと広がるって言ったらいいんかな、うん、いろんな人が来るんで、やっぱ仕事でもそうやし、で仕事じゃないことでもやっぱ来るんですよね、来るんですよね、うん、来ちゃうんですよね。で
もうそろそろちょっと動画で皆さんにお伝えした方がいいのかなと思って、まあこれを見てくれる人が少しでも理解してくれればいいかなと思ってて、なんて言ってんの部長はどうなのよ、その電話とかさ、はい、相談の電話とか、はい、まあ交番みたいんですけど、もっと言うとどんなもんやねんみたいな感じで来る人もいてたよね。そうですね、うん、ほんまに動画でなんか言ってるけど、仕上がり実際どうやねんみたいな感じで、はい、ちょっと威嚇モードで来る人もおるやんか。あ、そうですね、仕上がった車見してみて。そう、正直ありがたいんですけど、そのハードル上げて、なんて言ったの、実際見たいっていう人が来てくれるのはありがたいねんけど、やっぱりこの人数で月だいたい販売買取板金塗装車検すべて入れたら100台ぐらいこなしてるんで。そうですね、ちょっとこの人数でこの体制でやっててってなると、分かってくれる人は分かってくれると思うけど、この人数で全ての業務で100台こなすって相当やからね。やっぱ期待をそう、タイムリー、何時までって朝のミーティングとか前日にこう決めてやってるのが、そう、1分刻みで動いてるわけですよ。うん、そんだけ毎朝毎晩、はいはい、終わりがけと始まりにミーティングしてやってもやっぱりイレギュラーが出たりとか、はい、で結局部長も今はご飯食べれないっていうのがしょっちゅう続いてて、はい、でまあそれなんでやってんのって言ったらお客様のためであり、まあ、それが仕事だからっていう信念を持ってやってると、はい、うん、でもそこにその YouTube っていうのがファンっていうのが入ってきちゃうとやっぱりその会いたい気持ちもすごい嬉しいし分かるし、喋ってみたい、実際会ってみたい、すごい分かるんですけど、どんな方が見てるのか喋ってみたいっていう気持ちはすごくあるんです。そう、山々なんですけど、山々なんだけど、そう、ね、まあ分かってくれる人は分かってくれると思うよ、もうここまで言ったら。正直ね、僕だけじゃない、じゃあ仮に1時間でいいんで、30分でいいんで、10分でいいんでっていう人が3人、4人、5人、10人って1日に来てくださいよどうなる？どうなる？もう仕事できないよね。やっぱ来ちゃうと5分じゃ終わらないんですよ、やっぱりおもてなしするし、もうじゃあ帰ってもらえますかなんてやっぱ言いにくいんで、メールとかでの問い合わせもやっぱりちょっとね、大変になってきて、インスタとブログと、そうだね、YouTube と、なんか返信とかメールもあると、もう最初既存のお客さんからメール来てるのがちょっと来たもん順で返してってるんですけど、やっぱ遅れになっちゃうと思います。だから YouTube っていろんな効果が出るから、やっぱ預かってるお客さんも YouTube 見るわけですよ。でやっぱりその自分の車はどうなってんのとか、待たされてんじゃないかなっていう感情も出るんだっていうのも最近やり始めててよくわかるし、でも実際 YouTube やってなくてもこんな感じなんですよ、ペース的には、で別にその YouTube やってるから遅くなってるっていうわけでもなくって、だからその辺はあのお客さんが判断してくれればいいかなっていつも思うんですけどね、仕上がりにしても期間にしても。ただいずれにしてもその YouTube を見て車の修理の依頼以外でのコンタクトっていうのは正直業務としてはこなす余裕がないので、難しいです、ごめんなさい、話は本当にしたいんですよ、うん、納車とかも何時に行きますって言ってたのが行けなくて、直前に、ちょっとごめんなさい、あともうちょっと30分ずらしてくださいとか、もう増えてきちゃってるので、だから前の動画で、以前動画でなんか僕言ってると思うんですけど、やっぱりアポなし来店ってのもちょっと厳しくって、やっぱできればメールないしダイレクトメール DM かもしくはお電話、日程を決めていただいてからの来店っていう形を取っていただかないと、やっぱ僕とか部長はもしくは神誰かが対応しなくちゃいけないんで、事前にその予約取っていただいた方が確実にスムーズにことが運ぶというか、お互いにできたらお電話じゃなくてメールだとありがたい。まあね、電話はね、相手の都合がわからない状態なんでですね。これ忙しいアピールかよってなってしまうんやけど、ごめんなさい、ちょっとね、来てね、会いたいって来てくれる方が、この間もコメントで土曜日かな、休みの日、正直ね、もうあのブラックやなんや言われてももう関係ないんで、正直たっくんにしたって
UK にしたって、タックン、UK、コバで当然俺、部長全員休日返上で会社出てきてるのが現状なんですよ。でそれは何でかというとやっぱお客さんのためで、なるべく早く車を返したいお客さんの元へで業務をこなしていきたいで、まあ、腕を上げたいとかいろいろあるんだけど、まあ、そういう中でやってると。だからそこでもやっぱり休みの日にねこう来られる方っていてるんですよね。コメントであったのが前まで来たけど多分帰りはったんかな、ごめんなさいコメント僕そう返せてないんですけど、休みで忙しそうだったもんね、うん、ってなっちゃうんですよね。だからすごいありがとうございます、来ていただいたっていうのはもうすごい嬉しかったし、見た時、やっぱり気持ちとしては、寄ってくれたらよかったのにって声かけてほしかったなとか思うんですけどでもあの誤解を恐れずに言うと助かりました。あの日もバッタバタで YouTube の撮影もしながら車3台4台塗装してたんで、はい、助かったといえば助かった。あそこで来た方が来てやっぱ話しちゃうともうそれが夜の10時とか11時とかに食い込んでくるんで、どうしてもそれを絶対やって帰ろうっていう意識で僕ら来てるんでね、それをだいたい6時とか7時に終わらせようっていうなるべく早い段取り組んでやってるけど、例えば1時間取られるときっちし1時間その後に食い込んでくるんで、絶対に1時間きっちし足が出るで、タイミングがずれると段取りが崩れると1時間きっかしちゃいかないんですよね。2時間3時間とかなったりするんで、やっぱ急いでやろうっていう意識が働くのか何なのか失敗もしやすくなるんで、まあそういう感じですね。まあもう僕らもいい加減そろそろ YouTuber としてね、YouTuber、うん、まあ板金塗装系 YouTube で、もっと言うと業務ないし会社の中で作業を結構リアルに本当に流してるチャンネルをほら電話だった一回出ようか、行ってからだと思うんですが、ね、うちの はい、お帰りなさい。いやいやいや、デラ忙しいやん。デラ忙しいやん。デラ忙しいな。何の電話やったの？リクサーセンサーからの問い合わせです。ああ、問い合わせ。まだありますかって。なんかリクサーが取ったら答えてたけど、遠方？遠方です。千葉県から。千葉県。なるほどね。ありがとうございます。ありがとうございます。いやもうちょっとそろそろ動画切り上げよう、もう飯も食われへん、ほんまにもう4時やで、4時になってきた、待っての状態ないけどずっと目の前に置いて、本来12時に食べなあかんもんが4時になってるから、疲れ出てきてる。しかもさ、それ焼肉弁当やろ、うん、早く食べたやろ、食べた大好きな、ちょっと待ってやでこれえ、ほんで何今もう LINE 返してたん、電話中に来たやつ、はい、まあ、というわけで皆さんこういう感じなんですよね。もう1分刻みで重なり重なり入ってきて重なって、まあ、来るからね、降りかかるようにいろんなことが予想できないことというか、今みたいにカーセンサーなんて今日電話かかってくるかどうかも予想してないわけですよ。土曜日でもまだ比較的少ない。あ、そうか、今日土曜か。うん、お土曜で思い出した。ほんで今日あれやんか、大掃除の日や、あ、掃除の日やし、週末のもうあと1時間しかないやんか。ほんであとほら明日日曜でしょ、明日あれちゃうの、炙り板金かなんかの大阪車体組合の講習、 UK らとみんなで出張っていくの、 BIC、 若手勢、若手勢が、うわ朝めっちゃ早い、何時9時半から受付やから遠いっすよ、岸和田やろ、うん、炙り板金の講習しに、講習見に行くんやろ、受けに行くんやろ、楽しみですね、うん、休みもそうやってさ、結局講習行ったり逆に講習することもあるしさ、うん、もう食べえや、食べながらでええやんじゃあマジでガチでほんまにもう切り上げるわほんでそう、ほんまに食われへんもんね飯、ごめん、はい、うん、で何なんか最近面接も申し込みめっちゃ来てない、あー、はい、なんか10人ぐらい来て、はい、6人ぐらいがあの書類選考で落ちて、はい、4、5人がなんか今日面接来るんだよね、今日来ますね、うん、ほんで一次面接は UK とあれでしょ、コバがやるんでしょ、はい、うん、でそこをくぐり抜けたら二次面接で僕と部長が最後週面接っていう形だよね、はいはい、
な面接も今日夜残ってやらなあかんしや、まあそんなんですよ本当に。まあ動画でわざわざそんなとこまでは出したりしてない。まあまあいずれなんか面接とかも出したいなと思うんやけど、面白いし。うん、まあスケジュール的にはそういう感じです。まあこの10分15分の動画でちょっと伝わるかどうかは分からないけど、はい、まあ今のだけでも多少は伝わったんじゃないかな。今皆さん本当にこんな感じです。なのでここにイレギュラーで来るとどうなるかはもう皆さんご想像にお任せします。はい、ごめんなさい、はい、ただまあ関西 YouTube 板金塗装 YouTuber、はい、ザ・板金昭和スタイルのブランドを立ち上げたからには頑張りますんで、これからも YouTube の方は応援よろしくお願いします。で YouTube を見て、板金塗装、BIC に任せたいっていうお客さんいれば、はい、もうどしどし来てください、はい、そこに関してはあの時間はちゃんと、もう当然業務なので、ね、作りますんで、はい、作りますんでっていうのもおかしいよね。それが当たり前なんだけどね、うん、そうお仕事です、ね、お仕事はね本当にそれはもう全然気にしないでください。今日も一見お客さん YouTube 見て来てくれた人も、はい、なんかいつも忙しそうですねって言ってくれるよね、うん、でももうそんな感じで全然大丈夫なんで、はい、いつでも待ってますっていう形で、はい、待ってます、はい、じゃあもうご飯食べてください、はい、はい、すいません、じゃあもう閉めてください。いってらっしゃい。